どうもー、洋次郎でーす。はい、本日はね、ちょこっと、東海あったわけですけども、皆様、参加されましたか？はい、で、今回はね、その感想をね、話していこうかなと思うんですけども、僕は、師匠、ルナちゃんの会に、一部、二部、参加させていただきました。はい。でも本当に、あれですね。ちょこっと東海だけで本当にちょこっとでしたね。本当に。なんか、10秒あったのかなぐらいでしたね。本当、入った瞬間に入って、1、2、3ぐらいで、もうすぐお時間ですみたいなマークが出るみたいなね、感じだったので、本当にちょこっとなんだなと思いました。はい。で、まあ、まあ、それ予想したんで、まあ、会話はそうできないかなと思ってたので、ね、本当になんか、ちょっと顔を覚えてもらえたらいいなぐらいで思ったんですけども、はい。うん、まあ、会話は、なんか、ツアー良かったよとか、昨日の黒い服良かったよとか、それぐらいしか話せませんでした。はい。で、基本なんか、洋次郎さんみたいな感じ、こんな感じでしたね。はい。で、まあそうですね。うん。まあ、ほんわかした雰囲気はようわかりましたし、まあ、今日の収穫は、まあね、ちょっと、僕のな、顔を覚えてもらえたら、本当に嬉しいなと、思いました。はい。で、ですね、その、他のメンバーがね、そうですね、感想とか、つぶやいている中、今現在、8時ちょっと過ぎですよ。ルーちゃんが未だにつぶやいてないんですよね。まあ、つぶやけとは言いませんけども、何か僕は粗相したかなと、ちょっとね、自分をちょっとなんか、疑ってしまうというか、なんかやらかしたかなと、なんか嫌な思いさせちゃったかなとか、考えちゃったりしますけども、まあ、それはわかりませんからね。はい。まあ、うん。まあ、そうですね。まあ、そんなこと、悪いことしてないと思うけどなぁと思いますよね。はい。うん。まあ、とにかく、楽しかったです。はい。でね、4月のね、中旬から本格的に、そのね、オンラインの、配信、握手会始まりますから、はい。それも楽しみですね。はい。先ほどまでね、リノチが、ショールームやってましたけども、やっぱり歌声素晴らしいですね。なんかリトグリさんの曲は本当になんかね、原曲が聴きたくなったというかね、明日からね、なんか出勤の時に、ヘビロテしようかなと、思っております。はい。で、あとは今日はおとちゃんがつぶやいてる。ルーちゃん、ルーちゃん、俺なんかやったかな。もう本当になんか大丈夫だよね。なんか、本当にごめん。俺の前髪が気持ち悪かったとかそういうんだったら本当にごめんなさい。本当にごめんなさいと思う。なんかね、前髪が僕気持ち悪かったんですよ。なんか本当に本当にごめんなさいと思います。はい。で、あとは今日割り出しがありましたね。はい。ね、ついに、なおちゃんと、まおちゃんが、ね、次割り出し出演して、で、MC が、うたちゃんでしたけども。いやー、でも本当にね、いいですね。ウィンウィンシーぐらいに硬かったですね。本当にお二人が。まあ、これもね、いいなーと思いながら見てましたけども。で、来週が、おとぼーと、誰でしたっけ？誰か。ごめんなさい、忘れました。ね、おとぼーと、もう一人、ま、新メンバーで、多分 MC 歌ちゃんだと思いますけども、はい、それもね、もう本当に楽しみに、来週が、待ち遠しいなと、思います。はい。あとは来週は、その、20日の当落とかもあるのか、まあ、いろいろ楽しみですけどもね、はい。で、僕は今、サッカー見てます。はい。多分この動画は21時半ぐらいに上がるんじゃないかと思うんですけども、その頃には多分ね、ルーちゃんつぶやいてくれたらいいなってちょっと思っております。はい。僕はやらかしてないと思う。やらかしてないです。はい。多分基本なんか、なんか前髪が気持ち悪かったなぐらいです。僕がね、僕の前髪が気持ち悪かったってことなわけです。はい。
っていう感じで今日の動画締めたいと思います。それでは、チャンネル登録やったり高評価、バッドボタンでも何かしらボタンを押してくれたら嬉しいし、あとは、皆様が、今回参加された、感想とかありましたら、コメント欄によろしくお願いいたします。